初代、市川猿豪5月10日から1963年6月12日は、明治から戦後昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。野豪は、沢社や、縄文は、沢社。開門は三千猿。日本芸術院会員。本名は、木下沙康。背名は、笑い猿。猿豪は、舞台で使われることが一度もなかった、隠居名の名跡で、しかも、 解明直後に本人が死去したため実績も全くない。逆に、縁之助の方は53年間にわたって名乗り続けた、病石で、これが今日でも彼が二代目、市川縁之助として語られることが多いゆえんである。当代の二代目、市川縁王と四代目、市川段四郎の兄弟は孫にあたる。初代、市川縁之助の長男、九代目、市川男十郎に入門。 1892年10月、歌舞伎座、関原誉外科の千代松で、初代市川段校を名乗る初舞台。今後は、歌舞伎役者も豊富な教養が必要という父の意向で、私立経過中学に進学、卒業するが、これは当時の歌舞伎界では異例なことだった。1909年、二代目、市川佐段寺の主催する自由劇場に参加。翌1910年、二代目、 一川猿之助を襲名、以後実に53年間にわたって、これを名乗り続ける。その後、欧米に留学して、最新の舞台芸術を学ぶ。この時見た、ディアギレフのロシア舞踊が、黒塚、翔丹や、悪太郎などの新作舞踊の立体的な演出に、生かされるなど、猿之助にとって、貴重な体験となった。1920年には、春秋座を主催し、 新作や翻訳物に取り組む、一時小畜を離脱、復帰後は二代目さ男児一座に入り、真山聖華の新作歌舞伎で共演して、名舞台を生んだ。その後も渦漏れていた古典の復活上演、新作喜劇、オグリスの長兵衛、剣心の歌で、膝栗毛の初演、映画、アヘン戦争の主演などで話題を集める。戦後も、活動の勢いは、衰えることなく、ソ連、 中国公演、古典物の,の本格的上演、井上正夫、初代、水谷八重子らシンパとの共演など幅広い活躍を続ける。1957年、日本俳優協会の初代会場に就任。長年の功績が認められ、日本芸術院賞受賞、日本芸術院会員となる。前列左から、三代目、市川男子郎、創曲家の中島歌手と二代目、 市川猿之助1963年、ある夜見た夢から、自らの死を予感した猿之助は、そろそろ潮時と、自分は新たに、市川猿王を名乗ることにし、猿之助の名跡は町村に譲り、その弟には四代目、市川断子を襲名させることにした。ところが予感が、敵中、5月の歌舞伎座における、初代市川猿王、三代目、市川猿之助、四代目、 一川段子襲名疲労工業を目前に控えて4月20日心臓病で倒れる疲労工業では生涯の当たり役である黒塚の老女を待って孫の晴れ舞台に花を添えるつもりで行ったが病院で絶対安静を余儀なくされてしまったそこで急遽三代目円之助が代役でこれを務めたが孫がこの前を踊る1時間15分間の間円王はベッドの上に正座合唱して その無事を祈った。せめて、死や気学の工場だけでも、自ら勤めたいという願いが叶い。やはり前年から病がしていた息子の三代目、男四郎と共に病苦に無打って、三日間だけ、数分間だけではあるが、歌舞伎座の舞台に登った。これが縁王としての唯一の舞台、そして彼の生涯で最後の舞台となった。この時の工場は、縁王、三代目男四郎ともに、 キレキレな調子であったため、観客の涙を誘い、涙の向上と現在も語り継がれている。なお、この時円王が入院していた聖六科病院における担当医は、日野原茂明であり、この異例とも言える工場を許可したのも日野原であった。日野原は緊急時に備えて看護師と共に円王に同行し、工場の間幕裏で待機していた。 1956年2週間後の6月12日午後12時28分、入院先の清露化病院において、心不全のため死去、75歳だった。東京歌舞伎座で、弁慶を演じる二代目、市川猿之助、連治氏の親父氏の性明るく、男性的な芸風で功績に優れていた。当たり役は、奏で本中心蔵、九段目の本蔵、京成半言功のまた平。 近頃河原の県院の与次郎、平家女子島、年広の年広などの古典、将軍江戸を去るの山岡哲太郎、玄読中心蔵、最後の代表城の遺跡徳兵衛、玄読中心蔵、三浜御殿豊綱京の富の森スケーモン、玄の打たれの達寺、新宿山の大八などの新作、雨の五郎、草釣り院の蘇我五郎などの舞踊などがある。特に、猿王自身が得意とした舞踊は、 三代目、猿之助により、1964年6月に、猿を十種として、1975年、昭和50年11月には、沢社十種として、それぞれまとめられた、ありがとうございます。